午後9時を回りました。 AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしています。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。戸部健太郎です。今日からスタートの新番組です。最初からすごい盛り上がってますけども、盛り上がっていきましょう。いいですね、はい。さてさて、この番組は2次元と3次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト青山オペレッタの見どころを紹介しながら出演者とトークを繰り広げていく番組です。 MC を務めますのは、改めまして私、戸根健太郎と申します。よろしくお願いします。おめでとうございます。いや、僕自身はですね、まあ、普段は声優としてアニメやゲームを中心にお仕事をさせていただいてるんですけれども、はい。まあ、ただ主にね、サブとか脇を固めることが多くてですね、なのでこの青山オペレッタではですね、MC でもあり良きサポーターとして皆さんをね、盛り上げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今月より毎週土曜日深夜2時30分から30分にわたってオンエアしていくラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部ですが、今日は初回ということで午後9時から1時間のスペシャル番組となっております。さて、この青山オペレッタとは、冒頭のイントロダクションでご紹介した通り、東京青山にある未婚の若い男性だけで構成された歌劇団。その歴史は古く100年以上に及ぶ由緒ある歌劇団で、その成り立ちから女性役も男性が演じるのが特色というふうになっております、うん。そんな青山オペレッタのオーナーである夢咲国和によるオーディションにより、記念すべき100期生を迎え、新チームノーバが結成されることになりました。ここからね、癖のある面々がさまざまなドラマを繰り広げていくことになっていきます。そして今放送しているこの番組は、青山オペレッタ広報部として世の中のいろいろな方に青山オペレッタを広めていこうということで、今後のさまざまなメディアミックス展開の先陣を切ってのスタートとなります。今後もいろいろな展開を予定しておりますので、どうぞお楽しみに。はい、さあ、今日はまさに青山オペレッタという一大プロジェクトのスタートとなるラジオ番組の初回、1時間特番ということで、ね、もうすでに冒頭から呼び、はい、ますけれども青山オペレッタのメインキャストとなるノーバのメンバーが勢ぞろいしております。はい、早速では一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは。能力未知数のド素人、宮島浅井役の永井亮輝です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。こんばんは、天然紳士なエリートバレエダンサー、斉隆夫役の中山優希です。よろしくお願いします。チャラ系恋愛体質の人気オペラ歌手、桜井の役、大隅田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんばんは、超絶俺様な元天才子役、長江かぐや役の矢部雅樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは、気分屋最古な大衆演劇の看板小山、屋敷リーサ役の大平俊也です。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは、武骨でグッチョクなベテラントップスター、鏡翔太役友瀬由紀です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ベテラン感ありますね。ベテラン感ベテラン感あるでしょ。ベテランでしょ。よろしくお願いします。グッチョクなんですよ。グッチョクなんてましたね。このメンバーでお送りしていきます。ちょっと気になるんですけど、長井さんと矢部さん何抱えてるんですか。え、これはもう、これも ABC ですよ。知らないんですか。さも当然みんな知ってるだろうのテンションで。知らないんですか。知らないんですか。 ABC です。大好きですよ、ABC、僕も、はい、ABC、 はい、どれか説明してもらっていいですか。はい、これはあの
マスコットキャラクターです。いや、ABC 放送って言わなきゃいけない。ABC 放送さんのマスコットキャラクターで公式、うん、はい、で、なんかユーマということで、特に何かの属性があるわけではないんですけれども、うん、はい、未確認生物ということで、はい、ちょっとね、今日は、ね、一緒に参加させていただいて。あれ、結構忙しいらしいですよ、ABC。 あ、結構スケジュールがなんか取れない取れないらしいです。ツイッターも公式マークついてますからね、ABC。 そうなんだ、すごいな。こんなに ABC の話で盛り上がりますね。大好きです。広がるね。すごい、ABC 君もね、はい、一緒に応援にね、駆けつけてくれております。お願いします。はい、ということで、これから青山オペレッタを広めるべく、がっつりですね、広報活動よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ、そんな各有、私もですね、実は MC やりつつも出演者の一人でございます。僕は青山オペレッタの演出家、牧新作という役で、登場します。ノーバのメンバーともどもどんな役どころなのかはおいおい明らかになっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。まだまだこういった説明だけでは青山オペレッタってなんだろうと疑問に思っている方も多いと思います。確かにそうだ。確かにね。確かにそうだ。うるせえな。うるせえな。そこだよ。まずはどんな雰囲気なのかなということを少しでもね、感じていただきたいということで。本当ですか。今回特別よ。マジっすか。今回特別に祝ラジオスタート記念として、なんと今ご紹介した青山オペレッタの第1話を最速オンエアできることになりました。聞いてないっすよ。でしょ。ここだけよ。はい、この後早速第1話をお届けして、その後メインキャスト6名に第1話の感想から今後の青山オペレッタの見どころ、聞きどころを話し合っていただきたいと思います。はい、そしてさらに6人にですね、事前にお願いしたアンケートをもとに青山オペレッタの裏話やプライベートなエピソードにも迫っていこうと思いますので、皆さん1時間最後までお聞き逃しなく。はい、お願いします。お願いします。お願いします。それではノーバ広報部全員で、番組スタートの掛け声をお願いします。はい、はい、ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部スタート。東京青山にある未婚の男性だけで構成された由緒ある歌劇団。その歴史は古く100年以上にも及ぶ。それが青山オペレッタ。青山オペレッタ第1話、青山オペレッタへようこそ。ここが青山。人がいっぱいだ。ビルもみんな高いな。こんなの見たことないよ。それにしてもこの駅で合ってるのかな。外苑前って書いてあるけど、次の青山一丁目ってところが正解だったのかも。どうしよう、誰かに聞いてみようかな。あの、すいません。うわっ、ダメだ、みんな忙しそう。誰か聞けそうな人いないかな。誰か。危ない。うわっ、君、フラフラと車道に出たらダメだよ。すいません。って、なんで俺持ち上げられてるんですか。ああ、ごめんね。癖でリフトしてた。とっさのことでつい。リフト？それよりも怪我はない？お嬢さん。お嬢さん？俺男ですけど。そうなんだ。あまりに華奢だったからごめんね。華奢？でも本当に助けてくださってありがとうございました。気にしないで。僕が昔飼っていた犬もよく車道に飛び出しちゃう子だったんだ。犬？うん、君はちょっとその子に似てるかな。そうなんですか。それじゃ車には気をつけるんだよ。待ってください。ん？あの、助けていただいた上に恐縮ですが、聞きたいことがあるんです。青山はどこですか。青山？青山はここだけど。そうじゃなくて歌劇団です。青山オペレッタ。俺、
宮島朝日って言います。今日からそこの寮に入ることになってて。青山オペレッタ、君も？え？ふーん、ここがあの青山オペレッタの寮か。思ったよりも普通だな。オーディションに合格して研究生になったはいいけど、まさか寮暮らしが必須だとはな。さて、由緒ある青山の記念すべき百期生、一体どんな奴らが集まってんだ？おい見ろよ、あれ長江かぐやじゃないか。ほんとだ、あの天才子役で有名だったやつだよな。青山受けてたんだ。はっ、早速か。ふん、周りの連中雑魚そうだな。この俺と張り合えるような骨のあるやつはいないのか？あ、サイさん、もうみんな集まってますよ。時間5分前だね。間に合ってよかったですね。それにしても助けてくれたサイさんと同期だったなんてすごい偶然です。そうだね。他にはどんな人がいるんでしょうね。って、あれ長江かぐやだ。ち、またか。なんだか人を寄せつけない雰囲気ですね。話しかけたら怒られそうな。知り合いなの？え、いえ、そうじゃなくて、あの人は、あれ、君見たことあると思ったら天才子役のかぐやくんじゃん。ああ、あれだよね、ミラノギとか富士通の歌手とかに出てたでしょ。俺あの映画好きだったな。誰だあいつ、よく話しかけられるな。しかもグイグイ言ってる。空気読めないタイプだぞ。あ、俺桜井ノエって言うんだ。君と同じ百期生。それにしてもさ、かぐやくん子供の頃は美少年っていうか女の子みたいに可愛らしかったのに、大きくなったらすっかり男らしくなっちゃったんだね。は？だってせっかくの青山オペレッタだよ。かぐやくんの女役ベネラが見たかった。絶対綺麗でしょ。お前さっきからベラベラ喋りやがって、いい加減にしろよ。うわ、ついに切れたぞ。俺が女役やったらここにいる誰よりも綺麗に決まってんだろうが。え、切れるとこそこ？へえ、ここにいる誰よりも綺麗だって、それはちょっと聞き捨てならないな。は？誰だお前。ヤチキリヒサ、ヤッチーって呼んでもいいよ。ふざけるな、呼ぶわけねえだろ。やだな、何ピリピリしてるんだか。余裕ないの？ああ、まあまあ、かぐやくん落ち着いて。そっちの着物のヤッチーもそんなに煽らないの。誰がヤッチーだ、キモ。え、さっきヤッチーって呼んでって言ってたよね。本気にするとか、これだからおっさんは。ちょ、俺25歳なんだけど。てか君、さっきとテンションが違いすぎてちょっと怖いよ。ねえかぐやくん、気安く呼んでんじゃねえ。二人ともひどくない？だる、はあ、なんかもう疲れたわ。だいたい時間厳守とか嫌いなんだよね。ちょっと寝るわ。は？お前ここで寝るとか意味わかんねえぞ。うるさいな。なんだか俺たちの同期ってなかなか個性的な人が多そうですね。ん？ああ、そうだね。俺、こんな人たちの中で本当にやっていけるのかな？こんな普通の俺が。時間だ。お前ら全員揃ってるか？遅刻はいかなる理由があろうとクビだからな。わお、香上翔太じゃん。すげえ、青山のトップスターじゃねえか。なんでここに？お前らうるせえぞ。遊びに来たんじゃねえだろうが。今日はなんでここに集められたか分かってるか？入寮するためじゃないんですか？そうだ、今日からお前たち百期生はここで暮らして毎日レッスンを受けることになる。だが
それだけじゃねえ。それだけじゃない？そこのお前、今青山オペレッタには3つのチームがあるのは知ってるな。言ってみろ。 はい、ピエナとメッツァとファルチェです。そうだ、青山オペレッタができた100年前に作られたのがピエナ、それからメッツァとファルチェが作られた。そしてこの度、半世紀ぶりに新チームが設立されることとなった。新チーム？新たに作られるチームの名前はノーバ。お前たち100期生は全員このチームに入ってもらう。入団したばかりの俺たちがいきなり新チームに配属されるってことですか？そうだ。公演日も決まってる。今から半年後、お前たちは舞台に立って興行を成功させるんだ。入団したばかりの俺たちがいきなりチーム入り？周りは変わった人ばかりだし、しかも寮の部屋割りであんなことになるなんて。次回、アイベアコンフリクト、俺これからサイさんと一緒にやっていきたいんです。すごい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 。さあ、青山オペレッタの記念すべき第1話をお届けしましたが、ちょっとね、お一人ずつ感想を聞いていきたいと思います。ではまずは宮島朝日役の永江さん、いかがでしたでしょうか？はい、はい、もうなんかすごくこう完成したものがここまでこういろんなものがこう SE だったりとかいろんなものが組み合わさって完成してるものを見てちょっと感動したのと、改めて自分の声を聞いて少し今恥ずかしいなというか、なんかこうちょっとドキドキしてます今。これが早くお客さんにと、お客さんとか見てる皆さんに届くのが楽しみだなと思ってますね。半月でね撮ってさ、あれ違うこと言った？そうですよ、あったんですよ。いやでもそうですよ、なんでだってもうなんか自分の声自分で聞くのってなんか恥ずかしいもんですよね。やっぱそうなんですね。いやもうちょっとなんか自分のなんか登場の時にもうエビシ君がギュッて分かる、すべての僕の公式キャラクターなのにギュッてしちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて中山さんはいかがでしたでしょうか？はい、実はこのメンバー6人で2回目なんですよまだ、うん、だから2回目でなんかもうすでにこうやって出来上がってるのを聞いてなんか感慨深いものありましたし、あとあみんなどんどんこうやって大きくなっていくんだなっていうのを感じました。一番でかいけどね。一番でかい。そのでかいじゃないです。プロデューサーだったんです。物理的なでかさじゃないね。でも確かにね、2回目なんですけどすごい和気あいあいの空気が出来上がってていいなと思います。はい、はい、じゃあ続いて矢部さんいかがでしたでしょうか？他のメンバーのその声を聞くのは今日初めてだったので、そうなんか。あ、こういう感じかっていう、なんか恥ずかしさと驚きと、これから始まっていくんだなっていう楽しみで今いっぱいですね。ああ、じゃあ収録の時はじゃあ一緒じゃなかったメンバーも、そうですね、2人ずつで撮ったのかな。そうですね、割と俺らの時は一番多かったらしいよ。あ、そうなんですか。だからこう、今後も これだけ今すごく仲良くなってますけど、6人がこう一斉にというか集結できるタイミングってなかなか多分このね、なかなかないね。寂しい、すごい貴重な、すごく幸せな時間なんだなと思います。そうですね、まあちょっとこういうご時世ですからね、しょうがないところはありますけれども。いい子だな。じゃあ続いて大隅さん、はい、感想お願いします。はい、いやすごい楽しかったんですけど、これに今僕たち音だけですけど、あの声にこれがくっついたらさらに楽しくなるんだろうなって思いながら、今ね後ろにそうですね、各キャラクターのイラストのポップが立ってますけど、ビジュアルというか本当に人間の姿が出たら楽しくなるんじゃないかなって聞いてて思いました。はい、はい、ありがとうございます。面白いな。いいですね。これでは続いてラジオでこれって言ってもそうですね、映像もありますけどラジオで、そんな言わないでよ。優しくしてよ。厳しいね。もう仲良すぎでしょこの感じ。じゃあ続いて大平さんいかがでしたでしょうか？すごいなんかやっぱ広がりがある作品だなって思いますね。こうやってあんまりこう経験してこなかったことをこうやってやらせていただいたりとか、まあこう今もそうですけども、本当に広がりがすごくある作品なんだなっていうふうに改めて感じたというか、
まあこれから楽しみだなって、きっとこれ多分半年後とかにこのその第1話見た時に、うん、多分めちゃめちゃ恥ずかしいなって思っちゃう。確かに確かに。そう、どん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 これから成長していきたいなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。そしてラストじゃ、友常さん素敵な感想お願いします。まあいや、ラジオなんですよ。ラジオ放送事故来てない、来てない、終わってますよ。はいはい。で、まあ本当にもう声優ね、CV キャラクターボイスをやるのも初体験だったので、うん、はい、だしやっぱ言ってましたけど、やっぱり自分の声聞くとちょっと恥ずかしい部分はありますしね。それに、まあその半年後どういう風に成長できてるのか言ったんじゃないですか、もう一回聞いたない。それですし、やっぱりこうね、ラジオでは声だですけども、これがね、それも聞いたない、それも聞いたない、それも聞いたない、ね、全員謎っていこうかなと思って逆にどうですか、その普段やって舞台とかカメラ前とか、そう体使った演技となんかこう違ったところとか、なんかこう、実はここら辺難しかったとか。でも ここでね、やっぱお芝居を成立させなきゃいけないということで、うん、それで音響監督の方がもう手取り足取り、うんうん、もう本当に丁寧に教えていただきましたね。やっぱりこれ多分すごくこうね、有名かもしれないですけど、こう走ったりするのって舞台上だったら走れるけど、ね、声のお仕事だとマイクの前でいかに走ってる感覚を再現できるかみたいなところで難しいことがあるなと。実は声優初挑戦という方も多かったということですよね。そうですね、ほぼみんな。あ、なるほど。主役以外の5人が。マジっすか。怖っ。いやいや、初ですよ。いや聞いてる感じも皆さんなんか何回かやったことあるんだろうなっていうレベルのクオリティに仕上がってたんで、いや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 と。いや、先生の本読みの時の先生、僕先生先生って呼ばれてるんですね。僕らからしたら先生みたいな先生ですか。はい、そうです。逆にじゃあ大平さんはやったことが、やったことでも 2年くらい前とかですかね、はい、でそんなにたくさんやらせてもらってってわけではないので、うんうんうん、なので、ね、めちゃめちゃ緊張しました。マイク前に立った時やっぱりなんかなんていうんですかね、シーンってなる感じというか、うん、こう喋り出しのこのランプみたいなのがついた後のこの緊張感っていうのが慣れないですね、うん、か独特の中の防音室というか無音室って独特の中、声が反響しない空気感ありますよね、うんうん、確かに確かに。最初はあれになれるのが多分大変だと思います、うん、はい。さあ、ここでですね、なんとファンの方から早速メールをいただいておりますので、ちょっと紹介したいと思います。はい、はいはい、ではまずこちらです。ラジオネームミッキーさんからいただきました。青山オペレッタの皆さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが質問です。はい、私たち青山オペレッタのファンのことを何と呼べばいいでしょうか。おお、ファンの名称みたいな。ファンのことをですね。はあ、なるほど。どなたか案のある方います。レッタとかでいいですか。レッタの皆さん、レッタ、俺はオペでオペレッタやらせ僕らがオペで、ファンがレッタで合わせてオペレッタ、はい、じゃあオペとレッタどうしますかね。青山なんで表参道にしますか。指名名称は皆さん、ややこい。ずっとふざけてるあの人。青山ってなんかイメージなんかないですか。なんかこうおしゃれなイメージだったりとか、うん、なんか雰囲気とか、おぺっことか、おぺっこ、おぺっこ、ちょっと案として、あ、まあ、ちょっとここで決めなくてもいいですけど、案を出しておきましょう。おぺっこ、ライブのこうファンのことがなんとかっことか言うじゃないですか。なるほど、確かに。おぺっこみたいな、はい、大平さんの案でおぺっこ、はい。男性が女性を演じるこの歌劇団っていうテイストがあるじゃないですか、うん、はい、実際にその宝塚さんとかが、うん、はい、例えばね、あるとして、あ、ね、まあ、わかんないですけど、宝塚さんはなんて呼ぶんですか、ね、なんだろうな、うん、あれなんだ、俺よく宝塚見に行ってたんだけどな、なんて呼ばれてました、なんて呼ばれてました。いや、僕は別に言われてないんですよ。友達さんですか。何ですかね、あれ、なんだっけ、なんか確かになんか名称あった気がします、ね、名称あるんだ、なんかそういう、こう、うんうん、ね、そこも参考になったら、うんうん、確かに確かに、うんうん、あるか、ズカファンですかね。山ファン、青山オペレッタの山取ったんだよ。全然ピンとこないわ。矢部さんの案が山ファン。山ファンエントリーされちゃった。登山同好会みたいな。
ヤマファンですね。なるほど、ちょっとこれもまたおいおいね、はい、決めていけるとなんかこう交流が楽しくなりそうですよね。これもなんか僕らで考えつつ、皆さんにもちょっと案をいただきながらとか、そうですね、お便りでいただきます。略すると青オペなんですよね。青オペですね。青オペファン、オペファン、青オペ、オペラ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 、お、なんか出そう、なんか出そう、オペラ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 、お、なるほど、オペラマヨラーみたいなことでしょ。オペラそういうニュアンスでしょ。意外とこれがしっくりくるかもしれないですね。オペッコ、オペラ、ヤマファンといろいろあるんだけどね。ヤマファン、ヤマファンで僕はまだまだ募集しております、はいはい、皆さんからもね、こう呼んでほしいっていうのがあれば、募集しております。確かに募集いいですね、うん、はい、うん、どんどん送ってみてください。はい、じゃあ続いてのメール紹介したいと思います。はい、続いてはこちら、ラジオネームポンコさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんは自分が演じるキャラクターとの共通点はありますか？もしよろしければ聞かせてくださると嬉しいです、というどうですか、どうでしょうか、ね、じゃあ長江さんから聞きましょうか、はい、どうですか。僕はそうですね、やっぱりあの歌とかダンスとかお芝居がすごく好きな子なので、うんうんうん、そこはすごくあの共通点があるなと思うのと、うんうんうん、あのなんだろう、その僕も結構そんなにこう、まあ、大阪出身なんですけど、はい、そこまでこう栄えた場所で生活していたわけではないので、その家の裏に川とかがあったので川で歌ったりとかしました。だからなんかちょっとこの自然の中で歌う気持ちよさとかはちょっと理解できるところがあるなと思います。なるほど、川で確かになんか整った環境じゃなくってこう、うん、自然の中で ある環境で育つっていう感じですよね。中山さんどうでしょうか。もう身長ですかね。身長、はい、だからもう高身長なので、はいはい、僕も身長188あるので、おお、すごい。だからそのまずビジュアルというか、はい、身長、見た目の身長はもうほぼ近いものを感じるなっていうのと、はいはいはい、まああとなんていうんですかね、割とクールって言われがちなんですよ僕。デザインとかも割と、うんうんうん、あのクールというか、声もダンディでクールな感じします。ありがとうございます、はい、で声もともと低めなので、はい、なんかそういったものが結構共通点あるのかなって思いました。あと癖でリフトしたりとか。癖でリフト、そうですね、これから多分癖になっていくと思いますじゃあ僕は癖でリフトされるんですか。毎回気をつけたらもう本当に気をつけないと。なるほど、大隅さんどうですか、共通項。どうですかね、ちょっと今思ったのが、はい、僕お酒好きなんですけど、はい、まあ、ノエも25歳ということでお酒好きなんじゃないかなって思うんですよね、この手は。手がね、あ、確かになんかこの手はグラスを、これ絶対ワイングラスだと思うんですよね確かにキャラのキービジュアルの手がね、こうブランデーとかワイングラスがこうそのままスポッてはまりそうな手の形してますね、はい、ディレクターさんに聞いてみたいと思います。はい、はい、ということは共通項かどうかわからないということまだこれは、はい、八重さんどうでしょうか、このキャラクターかなり癖強いですけど自分と共通点あります？まあ、元天才子役ってことなんですけど、僕もあのちっちゃい頃からあのこのお仕事させていただいているので、うん、まあ、子役っていう部分では一緒なんですけど、うん、まあ、すごい自信家で超絶俺様なんですけど、僕真逆で、はい、あの本当にもう人見知りで暗いんですよ、性格が、なので真逆です、僕に関しては。全然そんな感じしないですけどね、うん、今頑張ってます頑張ってるの、あんま言わない方がいい、あんま言わない方がいいぞ、カメラの前なんで頑張ってます。逆にキュンとしたりとかねしちゃいますからね。はい、じゃあ大平さんはいかがでしょうか、その和服なキャラなんですよね。いやでも僕結構似てると思うんですよ、気分屋だし割とサイコパスだと思うし、うん、サイコパスなの思いますし、あれですね、あの僕寝起きすごい悪いんですよ。で寝起きすごい悪いんで、多分あの寝起きこういう目つきしてると思う地方に一緒に行った時やったら本当に僕にだけは寝起きドッキリしない方がいいと思う。怖いな、失敗する、本当に怖い怖い。あらかじめ聞けてよかった、よろしくお願いします、ね、ないどんなことになってるやら、はい、意外な共通項ですね。さあ、友瀬さんはそうですね、まあ、はい、武骨で愚直なところは似てねえよ愚直じゃせ、似てねえこの短時間でもうすでに面白キャラだなって愉快な方だなっていうのがね、どうですかね、まあ、お芝居とか好きっていうのは一緒じゃないですか、あお芝居とか、ちょっとすみません真面目なこと言いますと、いえでも声質とかなんか見た目とかやっぱりすごい合ってるなっていう感じがしますし、いやね、だからありがとう今キャラクターに向かってありがとうと俺を申し上げておりましたが
はい、ということで、いろんなね、共通項もあったりなかったりですけれども、はい、このメンバーでね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、実はここで、今後、青山オペレッタ本編にも登場するある方から、今夜この番組のスタートを祝して、メッセージが届いているそうです。では、よろしいですか？早速、では早速お聞きください。実力のないものはすぐに出て行ってもらう。いいな。はい、皆さんこんばんは。青山オペレッタ夢咲たつき役の下野ひろでございます。下野ひろさんだ。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部放送記念特番、楽しんでいただいてますでしょうか。はい、私もですね、スタジオの方に伺いたかったんですけれども、ちょっとすみません、スケジュールがちょっといろいろね、めっちゃ行きたかったんですけど、すみません行けなくて本当すみません。さあ、ということで、今回ですね、夢咲たつきという、役を演じさせていただいているんですけれども、このたつきはですね、青山オペレッタを所有する夢咲財閥の御曹司でございまして、はい、ノーバにおいてはプロデューサーを、ね、やっているんですね、はい、なんですけれども、夢咲自身はですね、もうその演劇とかそういったものに実は興味がなく、もうとりあえず任されているから、もう成功だけはさせてやろうっていうね、なんて言うんでしょうね、こう情熱よりもこうちょっと冷たさがね、目立つようなキャラクターかなと思っておりますね。はい、今後ねこの夢咲たつきが、プロデューサーとしてねどんな活躍をしていくのか、そしてねノーバメンバーとねどう絡んでいくのか、私自身も楽しみにしておりますしね、個人的には本当いっぱい喋れるといいなと思っているんでね、たつきくんの活躍を楽しみにしております。そして、番組内や、公式 YouTube にて、ボイスドラマが毎週アップされますのでね、はい、そちらの方もね、皆さんね毎週毎週聞いていただけると大変ありがたいなと思いますね。はい、そして今回、何ですって、ラジオの MC がうちの後輩のトネケンだと。あ、そうですか。しかもメインキャスト6人とね特番収録されてるということでね、本当にうちのトネケンは大丈夫ですか皆さん。素敵です、ね、なんかよく右往左往しているようなイメージがねものすごくあるんで、ただトネケンもねやっぱこういうところでねこう綺麗に回せるぐらい、もういろんなねこう他のね人たちマジで顔ぶらなみんなのやばいやばい、いいところ帽子と同じぐらいになってますよ。やばい、これ恥ずかしいですね。ちなみに下野さんはですね一回MC 下野さん1人に対して13人っていうのを経験したことがあるから、ね、そういう先輩がいると思って、その半分ぐらいじゃないか6人で、ね、だからもう全然大丈夫っしょ、ねね、頑張ってくださいね。うわうわ、あと絶対に面白いこと言えよお前、本当に面白いこと言えよ。ちゃんとラジオっていうのはやっぱこうちゃんと人に聞いてもらわなきゃいけないわけだし、その辺はこう面白いこと言っていかないといろんな人に聞いてもらえない。もちろんドラマもね楽しんでもらってると思うけど、それ以上にこうトークも面白いんだぜっていうところもガンガン見せていかないとさ、大変だ。やっぱそういうの良くないと思うから、絶対面白いこと言えよ。すぐ言えよ。思いついたらパッて面白いこと言えよ。はい、ということでございましてね。声だけで面白いこと言ってんだね。すごいですね。引き続き、ラジオペの方ね聞いていただけると大変ありがたいなと思います。はい、ということで番組楽しんでくださいね。以上、下野ひろでした。バイバイ。グーチョキパーで何作ろう。右手はチョキで左手はパーで。2万円貸してください。先輩すいません。いや、おもろい。それも面白い。すごい。俺好き、そういうの好き。好きです。何面白いこと言えって先輩なんか応援メッセージじゃなくてちょっと若干プレッシャーかけてきましたからね。いやー、でもまあでも本当下野先輩、あ、下野ひろさんありがとうございました。ありがとうございました。僕の心拍数は急上昇ですけどちょっと僕じゃねままならないんで、メンバーを代表して、はい、宮島朝日役の永江亮輝さん、はい、感想お願いします。いやもう本当にありがたいなと、こうやってコメントの、くださるのもそうですし、声だけでこんなに面白いことをいっぱいこう作れる人ってやっぱすごいな、声優さんってすごいなって思いつつ、俺
俺トネさんの立場だったら俺すげえ緊張して何も言えねえだろうなと思って2万円僕も今度ちょっとどっかでやらせてください差し上げます差し上げますぜひぜひぜひいや本当にありがとうございましたさあ落ち着いたところでラジオペこちら青山オペレッタ広報部この後はお待たせしましたノーバメンバー6人の素顔に私ができる限り迫っていきますのでお聞き逃しなくラジオペこちら青山オペレーター広報部今日からスタートしたラジオペこちら青山オペレーター広報部MC の刀根健太郎ですそして今日は青山オペレッタの新チームノーバの6人が全員集合改めてそれぞれの役柄で自己紹介をお願いしますはい あの俺何の取り柄もないですけど歌を歌うのは大好きです宮島朝日役の永井涼希です。未練とかは別にやることはやったので日本に戻ってきただけです。斉高雄役の中山優希です。よろしくお願いします。なんだかとんでもないところに来ちゃったな。女の子もいないし。桜井の役大住田です。よろしくお願いします。主役は俺だ。相手が誰だろうが容赦しねえ。長井かぐや役の矢部正樹です。よろしくお願いします。俺の大山見たらお前らなんてイチコロだよ。八千切久役の大平慎也です。よろしくお願いします。百期生だかなんだか知らないが下手なもの見せたらすぐに叩き出してやる。鏡翔太役友瀬力です。はい、はい、よろしくお願いします。いいですね。なんすかあれ。すごいですね。もう一瞬でセリフ暗記してもうね、もう顔のキャラの顔でやってますからね。はい。はい。バッチリですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。なんでそんな顔してるの僕。さあここまでは青山オペレッタのノーバのメンバーとともに青山オペレッタに関する情報を一挙にご紹介してきましたが、番組の後半は、いよいよノーバメンバーの素顔に迫っていきます。事前にアンケートにお答えいただいております。はい、皆さん何書いたか覚えてます？全く覚えてないです、うん、そうでしょ。質問すら覚えてないですね。質問すら覚えてない。すごい新鮮な感じで今日、ねね、何を書いたん だ結構前でしたよね。アンケート書いたの結構前でしたね。確かに確かに。まあ、ちょっとその中から僕が気になったなっていうところをですね、はい、ピックアップしつつ聞いていこうかなと思うんですけども、まあ、順番にまずじゃあ永江さんから、はい、なんとなんと この中に昔共演されていた方がいらっしゃるとそうなんですいうことで、しかもそのタイトルがなんとあの天才テレビくんとあそうなんですいう番組で共演されていた方かというと、はい、どちらの方ですか。矢部正樹ですね。あの長屋香役の矢部くんと、はい、それもうなんあれ結構だいぶ前の番組ですよね。何年前ぐらいですかね。もう10年ぐらい前ですかね。そう10年ぐらい前に、はい、あのその子役番組というか、はい、子役バラエティ番組で共演してだから本当に元天才子役だし、まさきに関してはまさきに関してはね。で僕のあの本名が長江なんですけど、はい、それのキャラクターが長江だしっていうのでなんかすごい共通点があるんですよね。なんか面白いよね、うん、まあ、さっきあのスタッフさんが長江くんって言ってたんですけどもうどっちのこと言ってないか分かんないんで僕もちょっと長江になってるからそうだよね。なんかそういうこうなんていうんですかね、あの縁があるというかお仕事できてよかったなと思っています。本当当然当時の頃からも覚えてらっしゃいましたか。 もちろんです、もちろんです。ここで共演するってなって、はい、で1年前にもねちょっと共演、そう1回共演させてもらって、ね、またできたらいいねと思ってたらこんなにすぐに ね一緒になれて、で割とお二人はプライベートでも仲が良かったりとか、ね、はい、結構もうずっとお世話になってます。そうなんですね。じゃあもう割となんか相手の出方というかやり方も分かってる中でやりやすくなっている部分もあるんでしょうね。そうですね。なんかやっぱこういう時は矢部君は、うん、あのあ人見知りなんでってこう下から入ってこううまいこと懐に入るひどい。めっちゃ分析してる。ひどい。やっぱ いつものまさきが出てるなって僕は思ってます。上げてるんだか下げてるんだかコメントでしたけども、そうだったんですね。いやだからこのアンケートを見た時にあこうそうだったんだっていうね、うん、ちょっと気になったんで聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。では続いて中山さん、はい、いろんなアンケートがあるんですが、
今一番気になっていることハマっていることを教えてくださいという質問に、あれなんて答えだっけ、アサイーボールって書いてあるんですけれども、あ、そうですね、おしゃれ、今今なの。いや、なんか、はい、一昔前、ちょっと前にアサイーボールって流行ったじゃないですか、うん、その流行った。最近すごい健康志向になって、で、なんていうんですかね、お菓子とか割とすごい好きで食べてたんですけど、そういうのをやめ、結構やめて、で今そういうアサイーボールとか、なんかレモネードとか、なんかそういうなんていうんですかね、自然のものとかをよく取るようにしてて、でアサイーボール朝食べるとめちゃくちゃなんていうんですか、すっきりするというか、でその夏にハマったんですよ。で夏って結構爽やかなもの食べたくなるんで、アサイーボール食べて、で僕がよく食べてるのがアサイーが、そのなんていうの、かき氷みたいに凍ったやつで、それを少し溶けた状態で食べるんですよ。それがめちゃくちゃ美味しくて、ちょっとシャーベットみたいになって、そうシャーベットみたいになって、でフルーツも取れて栄養もたっぷりで、はい、でも朝からすっきり活動できるっていうのでハマってました、すごい。なんかおしゃれだし、なんか聞いてると食べたくなるというか、健康にもいいし、いいことばっかりじゃないですか。です、ただちょっと遅いんですよね、もうだいぶ前に流行ったやつなんですよ。結構2、3年ぐらい前でしょ、かもしれない、結構前ね、確かに。そうなんですね。コンビニとかでも売ってるもんね。売ってます売ってます。いつもそれどちらで買われてるんですか、スーパーとかですか。あ、なんかあのコンビニではないですね、お店ですね。で今あの、はい、ウーバーイーツで頼めるじゃないですか、はい、でそれで頼んで、めちゃめちゃおしゃれですね。そう、なんかそういうのに今ハマってて、なんかアサイーボールからなんかこうなんか私生活の優雅さみたいなものがこうイメージが広がっていきますよね。勝手に青山住んでると思ってます。勝手に青山住んでる。いそう。イメージぴったり。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうか。はい、大角さんいきましょう。はい、大角です。大角さんのなんだろう、アンケートは何だろう。実はいろいろあるんですが、大角さんはですね、意外とつつくとこないんですよ。そんな感じで嘘、意外に真面目なんだよ。オペレッタ1の無難。無難と言ったところあるでしょう。そうですね、あの役者を目指したきっかけは何ですかという質問に、サッカーに代わって熱中できることを探していたから、はい、ずっとサッカーやってて、はい、あの小1から高3まで結構本気で12年間やってたんですけど、なんかそれをこうやめてなんかこう灰になっちゃったというか、わかりますか、完全なんかボケーっとしちゃって、でなんかその熱中できる代わりになるものを探してたら今のお仕事に行き着いたというか、なかなかサッカーからは結びつかないですけど、何かきっかけみたいなものが、いや本当に最初は軽い気持ちでこう養成所があって身近に、僕札幌なんですけど、札幌の養成所にこう入ってみようっていうのがきっかけですけど、サッカーはでも今でもお好きみたいですよね。コンサドーレ札幌の応援とか、はい、コンサドーレ札幌の試合は毎節見てます。すごいでサッカーの熱もまだ見てますね、ダゾーンとかで、はい、なるほど、そうなんですね。いつからさ、サッカーの試合は節になったのそこそこ第1節、第2節なんか1回戦目とか なんか何試合目って言ってたら、確かに急に節って言い出して、はあ、トーナメントだと1回戦、2回戦とかなんじゃないですかね。で、あのリーグ戦って総当たり戦なんで、同時に違う場所であの全チーム試合するじゃないですか、だからまあ一節二節とかなんじゃないですかね。僕に聞かないでください。知らんわ。急にすみません。本当にそうですよね。じゃあ続いて矢部さんに移りたいと思います。はい、矢部さんはですね、無難か。矢部さんはですね、占いが好きですというふうに書いてあるんですけど。何か悩みでもあるんですかというか、どんなことなんですか。なんか、まあ、昔からそのテレビの占いとかも見てたんですけど、なんか好きで、であの行きつけの占い師さんもいて、そうなんですよ。なんかなんだろう、こう自分が不安になった時とかに行って、こうなんだろう、背中を押してもらうとか、そういうなんかアドバイス的な感じで占いを聞いてますね。どんな
子と言われた時が一番嬉しかったんですか。え、でもこの仕事は合ってるよって言われて、嬉しい、嬉しい、それは良かったなって思いました。かなり的中率が高そうな占いさんですね。でもなんかすごい当たるんですよ。当たるんですか。なんかそれを自分でこう組み替えてるだけなのかなって思ったりもするんですけど、でも感覚的には当たってるなって思うんですよ。みんなで行きましょうよ。そうですね、なんか行きつけの占い師さんっていうワードがすごいですね。なかなかね、お世話になってる占い師さんがいるんですよ。まあ、このラジオにゲストとして来ていただいて、占いってもらうっていう会、普通に呼びたい機会があれば。そうですね、何でやるの、カードでやるの。タロットカードです。タロット占い、楽しそう。僕もちょっとすいません、はい、タロット占いする側にハマってて。やる人、タロット占いできるんですか、永井さん。ちょっとだけ今勉強してるんですよ、はい、知り合いの俳優さんがすっごいスピリチュアルな方で、あのタロット占いからもう何もうその生年月日とかも全部できる人で、で今教えてもらってて、ちょっとやってほしい、いつかやってほしい、ラジオ、ぜひ、ラジオでやりましょうか。ゲストねえか、これはこうですねってラジオじゃ伝わんないですもんね。いやでもね、ぜひ機会があればね、やっていきたいと思います。ではでは続いて大平さん、どうかよろしくお願いします。どうかトラさん、僕はまだオチじゃないです。まだ残ってます。残ってます、まだ。でも後ろにね、もう大万全な方がいらっしゃいますので、ここでどんだけやっても大丈夫でしょう。僕はもう本当緩やかに行きたいです。そうなんです、あのここですね、大平さんのこの青山オペレッタに対する意気込みを一言お願いしますという答えですね。まあ、他の皆さんは精一杯頑張りますとか、携わっていけたら幸せですとかいろいろ書いてる中、なんて書いてますか。大平さんは本当に一言で、え、ウォーイエイ、ウォーイエイと頭おかしい答えてください。これ多分普通のことしか書いてないわ。ウォーイエイは書いてない。ウォーイエイはやばい、どういう怖い。本当にサイコパスでした。マジですか。そんなこと書いてんの。ちなみに、ちなみに、オーイエーは英語表記ですか、カタカナ表記ですか。なんとひらがなです。一番違う、やばい、怖っ。記憶に勝負、すごいわ、記憶にない。ただ他のアンケートでも、なんかその天才肌なのかなっていう感じがすごいしてて、特に役者を目指したきっかけは何ですかという質問に対して、物心つく前から俳優になりたいという思いを持っていたので、きっかけは覚えてる。物心ついとる。これあの作曲する時のマイケル・ジャクソンと同じ。なんか天から降ってくるみたいな、こう。すごいな。かっこいい。いやいやいや。面白いですね。でも本当に気分屋なんですよ。だからその家でも本当にその時はこれだって思ったんでしょうね。え、これ寝起きで書いたわけじゃないですか。だから多分そう思っていろいろ書いたんでしょうけど、はい、本当にね、すぐ忘れちゃうんですよ、すぐ。その状態も。だからあのね、皆さんにたくさんご迷惑をおかけして。でもなんかあの、あ、今日はこういうテンションなんだなとか、今はこういうテンションなんだなっていう風に受け入れてくれたら、あの、扱いやすいかなと。猫を扱うような気持ちで僕のことをどうか皆さんよろしく。番組は大いに盛り上がっておりますので、ありがたい限りです。ありがとうございます。さあ、では鳥ですけども、来た来た、小松さん、多分そんな変なことは書いてないと思いますよね。意外と真面目な方なんだな。一番恥ずかしいやつ、恥ずかしい、印象がありまして。似てる、そこ。確かに。いや、そうなんですよ。例えばステイホーム中何されてましたかっていうところで、一人暮らしのリビングは面白いことが1ミリも起こらないという結果が分かりましたとか。あとですね、リビングってマジ何も起きないじゃん。まあ、家と、まあ、ステイホーム中ずっと椅子に座ってテレビ見て、なんか起きねえかなって思ってたけど、何も起きなくて。料理とかしてないんですか。するけどさ、料理あっちってなんかさ、全然つまんねえと思う結果が。分かりました。いや、それが最近驚いたこと何かありますかっていう質問のところにも、再度となりますが、リビングでは面白いことがいっぱいありました。ここで聞いたら、リビング、どんなリビングなんですか。いや、普通のリビングなんですけど、本当に何も起きないんですよ、一人暮らし。意外と僕、ミニマリストでも、特にもう本当に必要最低限のものだけ置いてるみたいな感じですか。もう物はすごいありますよ。物はすごいある。すごいあります。だから、ただ、はい、ただですよ、考えてくださいよ、物がすごいあって急に落ちたら逆に怖いじゃないですか。あれ今が怖えな。はい、というわけで、まあまあ何も起きないんだなと。
むちゃくちゃだな。いやちょっといけ、これみんなのやつ読みたいさ。一通り見たいね。一通り見たい。これもうオーイエーで終わりでしたよ。ダメダメ、何やっても。いや実はいろいろ深掘りできそうなアンケートがまだまだ実はあるんですけれども、ちょっとそれはまたおいおいね、はい、またあの番組にいらした時にちょっとつついていければなというふうに思っております。ということで事前アンケートをもとにノーマメンバーの素顔に迫っていきましたが、いかがだったでしょうか。今後とも青山オペレットの広報に勤しむとともに、メンバーの本音の部分にもぐいぐいと僕が迫っていきたいと思いますので、来週以降もお楽しみに。はい、楽しみ。さあそれではここで青山オペレッタの主題歌を聞いていただきたいと思います。どうやら完成したようです。撮りました、撮りました。では曲紹介はせっかくなのでメンバー6人でお願いします。はい、それでは参りましょう。はい、せーの、目覚めろカンパネラ。光が舞い降りて鮮やかな世界に変わる、歌えよ君よ、僕の未来の色見つめて、囚われてたのさ、まるで幻だね。いつかは悲しきアリア、惑わせるわベネラ。迷い込んだ楽園、今宵咲き乱れる、そうさ Get up Get up Get up、 新しい未来と口ずさんだ。さりげに裂かれそうさ、このままにはしない、必ず月夜のエチュード、痛ましきはまるで君を探してる。その姿を一目見たくて、僕の心を駆り立ててやまない。そう、それはまるで月のように、満ちても欠けてさえも僕を引きつけるさ、君をラミラミラミ。AM1008FM933 ABC ラジオラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部、初回1時間スペシャルいかがでしたか。早くもエンディングです。いやノーマの6人のメンバーの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。最後に一言ずつ感想の方お願いいたします。では、はい、中井さんから。はい、本当に楽しいラジオ、いっぱいいっぱいみんなと盛り上がっていけるように、お客さんの皆さんと楽しい時間を作れるように頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。では中山さん。はい、このメンバーでとても素敵な作品ができると今日で確信しました。これからもよろしくお願いします。
大瀬さん、はい、これからどんどん情報が、出ていくと思いますので、お見逃しなく、そしてお楽しみによろしくお願いします。いや、やめた。はい、もうこんな楽しいメンバーとあの作品作ることがすごく楽しみなので、ぜひ皆さんもこれからに注目してください。ありがとうございます。では大平さん、はい、今日はありがとうございました。また次回も見てください。よろしくお願いします。大平俊也でした。では、最後に友瀬さん。はい、皆さん、そう、毎週聞いてください。圧がすごい、圧がすごい、ありがとうございます。さあ、この番組、今日は午後9時からのオンエアでしたが、来週からは毎週土曜日深夜2時30分から30分間の放送になります。はい、青山オペレッタの最新情報をお届けしていくだけではなく、メンバーには今後いろいろな企画にチャレンジしていただこうと思っていますので、皆さん来週以降もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ここで青山オペレッタの最新情報をお届けします。昨日10月2日に青山オペレッタ公式ホームページがグランドオープンしました。なんと主題歌が聴けるオープニング動画が YouTube で公開中です。さらに、この番組ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部の公式 Twitter もチェックしてください。お願いします。そして、この番組ではメッセージもお待ちしております。ふつおた、番組への感想、ノーバメンバーへの質問や相談、メッセージなど何でも OK です。本当ですか？本当です。何でも送ってください。メールで送ってください。宛先は ao@abc1008.com ao@abc1008.com まで、たくさんのメールお待ちしております。お願いします。そして、なんと今日はですね、今日この特別放送記念でリスナープレゼントがございます。メールにて今日のこの特番の感想を送ってくださった方の中から抽選でサイン入り色紙をプレゼントいたします。期間は10月末までとなりますので、ふるってご応募ください。これ僕も着ていいんですか？ダメです。後で書きますから、ね、ぜひね。はい、それでは皆さん、また来週、次回から深夜2時30分にお会いしましょう。お相手は私、曽根健太郎と長井陽希と中山優希と大隅優太と矢部正樹と大平俊也でした。友連優希もいました。バイバーイ。